悲喜に伝えられる古墳時代の皇族。古事記は弟日売り命に作る。父は貧多神和歌王で、母は金田屋や,や姫命。王神天皇の日の一人で、安倍王女、淡路五元王女、範行宇野王女の聖母。古事記にはさらに身のいら爪が加えられている。同母妹の中津姫命は、王神天皇の皇后で、姉の高城入姫命も。 王人天皇の日となっている。日本初期巻、第10によると、また、非、皇后の弟と姫、安倍王女、淡路五賢王女、乗り行きうぬ王女を埋めりとあり、古事記では、弟日売命の御子、安倍いらつめ、阿口のうさん原いらつめ、次に木のうぬ王女、次に実のいらつ五柱、とあって、一致していない。古事記の方も正確には、四柱である。実は、 岐阜の王神天皇の皇妃と子供の数は一致しておらず、伝承の混乱の跡が見られる。古時記では巫女12人、王女15人であるのに対して、初期では巫女10人、王女9人で、さらにそれぞれ、計26人、20人という数え間違いもしている。王女の一人、淡路五元王女という名前には、山和政権と淡路党との深い関係が示されている。天皇は、 五百条入彦巫女の孫にあたる三人の巫女をめとっている。このため、井上光貞は、王神天皇は、多神臣家王の三人の娘の入婿になることで、皇位を継承することができ、三姉妹は、主神天皇の系譜と王神天皇の系譜をつなぐ、役割を果たしているのではないか、という説を挙げているが、いおき入彦、鷹城入姫という名前を分解すると、伊お、鷹、木、 意りという微笑の羅列でしかなく、実体性、実在性がなくなるといった考えを滝本能子は紹介している。どちらの説が正しいのかについては、定説が生まれてはいない。乙姫命自身については、何の自席も伝わっていない。ありがとうございます。